皆さんこんばんは、あやです。はい、ですね、本日6月1日公開の誰もがそれを知っているアスガー・ファルファディ監督作品なんですが、朝一初日初回の回で見てまいりました。ちなみにですね、全然関係ないんですけど、私さっき愛がなんだの監督の今泉力也監督がですね、急遽京都の出町座にいらっしゃるということで会いに行ってきました。それだけです。はい、私が言ってたあのファックスの謎は解けました。はい、それではですね、アスガー・ファルファディ監督、もうダッシュで見に行ったね。しかも今日あの映画デーなので、その映画デーに関してちょっと言いたいことがあるので後ほどお伝えいたします。それではあらすじいきたいと思います。アルゼンチンに暮らすラウラ・ペネロペ・クルスが妹の結婚式のため故郷スペインに帰省し、ワイン業を営む幼馴染のパコ、ハビエル・バルデムや家族との再会を果たす。しかしその喜びもつかの間、結婚式の後に催されたパーティーの最中、ラウラの娘イレーネが失踪。まもなく何者かから巨額の身代金を要求するメッセージが届き、ラウラは絶望のどん底に突き落とされる。パコは時間稼ぎに奔走し、ラウラの夫もアルゼンチンから駆けつけるが、疑心暗鬼に陥った家族の中で長年隠されていた秘密があらわになっていくという感想でございます。ちなみにおニューのパジャマ可愛いですよね。自己満です。はい、というわけでですね、ダッシュで見に行く監督、アスガー・ファルファディ監督の新作でございます。これは去年の、カンヌ映画祭のオープニング作品ですね。でトロントでもかけているのか。はい、ハビエル・バルデムとペネロペ・クルスというスペインが誇ります、2大あのスター、しかも夫婦、ご夫婦の共演ということで、ペネロペ・クルスが、アルゼンチンに住んでるだっけ？あ、そう、アルゼンチンに住んでて、で、実家がスペインなんですね。でスペインにあの妹が結婚するからって帰ってくるんですよ。でそこでスペインで暮らしているハビエル・バルデムは、昔の、まあ、彼氏、まあ、後々出てくるんですけど、まあ、ペネロペ・クルスの実家がちょっと、まあ、昔お金持ちだったような感じで、そこの使用人の息子みたいなんですね。でも今はですね、自分でワイン農家をやってて、そこそこ儲けてて、ベアという美しい奥さんもいます。でペネロペ・クルスの妹の結婚式にじゃあ行くぞっていうことで、久しぶりねってわーってあって、みんなでわちゃわちゃ、まあ、します。最初ただですね、ペネロペ・クルスの旦那は来ません。仕事が忙しいということで来れないのですが、てんてんてん。そして先ほどあらすじもあったようにですね、最初みんなでわー久しぶりってなって、でしかもあの妹が結構兄弟何姉妹何人かいるんですけども、イタリア人とかフランス人とかいるので、結構スペイン語だけでももう全然無理なのに、イタリア語もフランス語も入ってきて、いろいろ無理があの生じる映画になっております。あとですね、アスガー・ファルファディ監督は、イラン人ですが、イランが制作に関わっているのはこれとある過去の行方、2作ですね。はい、というわけで、その、まあまあ、言語がちょっとあのわちゃわちゃしているっていうのと、まあまあ、妹の結婚式がね、かなりこの住んでいる町では盛大にあの行われ、まず教会で行われて、で教会の神父さんがちょっと嫌な感じなんですよ。なんかあのその誘拐された娘がなんか金とかで遊んでたら、あの、まあ、壊れたから寄付金くれみたいなことを言い出したりとかして、結構感じ悪いんですけど、で、まあ、そのまあ教会で結婚式をしました。じゃあ結婚パーティーは自分家でするんですね。それもかなりド派手な感じで、まあ、お金持ちっていう感じなんですけども、そこでですね、あの、まあ、みんなダンスしたり美味しいもの食べたりワイワイするんですけども、で誘拐されるイレーナもですね、あの、まあ現地であのいい男の子とですね、あの出会って、まあ、イチャコラするんですけども、あのいきなり停電が起こるんですね。で、あの、まあ、停電起きたけど、まあ、みんなウェーってなってるから、で、まあ、子供たち寝なさいよ、その下にも弟がいるので弟とイレーナ寝なさいよとか言ってると、いつの間にかイレーナがいなくなっている。でペネロペ・クルスはもういきなり反狂乱になります。で雨が降ってきてですね、雨の中みんなで探しまくるんですけども、全然見当たらない。すると次の朝、携帯にペネロペ・クルスの携帯に娘を誘拐したっていうメッセージが届きます。そしてですね、少し経ってからペネロペ・クルスとなぜかですね、このハビエル・バルデム元彼の奥さんのメールにも同じ内容のメールが届くんです。5000万用意しろ。で
実はその最初の娘を誘拐したっていうメッセージ以降の、犯人からのメッセージは、ペネロピ・クルスお母さんとその元彼のハビエル・バルデムの奥さんベア、この2人にどっちにも送られるんです、同じ内容のメッセージが。娘を誘拐した、いくら用意しろ、もう限界だ、殺すぞみたいなのが結構来るんですね。でもペネロピ・クルスは半狂乱になって探しんですけど、警察に言ったら殺すって言われるから、もう警察には言わないでおこうか、でも言おうかっていうことで、とりあえずですね、ここにいない旦那さんを呼びます。で、アルゼンチンから旦那さんがすぐ駆けつけてくれて、うわー、どないすんねんってなって、警察行こうかってなったけど、でもやっぱりやめとこうかってなって、で、その旦那さんがですね、実は、そのペネロピ・クルスはこの姉妹の中でもアルゼンチンに住んでて、いいところに嫁いだわね、いい生活してるわねみたいな、みんなから羨ましがられてるんですけど、実はそのアルゼンチンに残してきた旦那さんは仕事で忙しくて来れなかったんじゃなかったんですね。実はペネロピ・クルスのお家は別に裕福じゃなかったんですよ。これ後々出てくるんですけども、裕福とは程遠い家だったんですね。でもみんなが裕福だと思ってるから5000万というですね、一般人では用意できないような額を要求されてしまうんです。ということはですよ、裕福って知ってる人が犯人なのかな。ただですね、このイレーナが誘拐された時に、イレーナのベッドにですね、何年か前に同じ土地で起こった、女の子の誘拐事件の、新聞記事とかのスケッチブック、切り抜きしたやつとか置かれてるんですよ。で、しかもその何年か前に誘拐された女の子は亡くなって、で見つかってしまったっていうのがあるから、余計にペネロピクルスは自分の娘も死んでしまうのではないかっていうことで警察にも言えなくて、で、この、妹の、旦那さんみたいなフェルナンドっていう人がいるんですけど、その人を介して元警察っていう人に、いわゆるディテクあのプライベートディテクティブみたいな、私立探偵みたいな人に相談をしに行くんですね。で、その人も同じことを言います。5000万要求してるという、そのペネロピクルスの実家がそのお金持ちだからっていうのもあるかもしれないんですけど、その中でもペネロピクルスは外国で暮らしてていい生活をしてるっぽいし、で、昔その教会にすごい多額の寄付をしているので狙われたのではないかということは、そのペネロピクルスが裕福だと知ってる人が犯人じゃないかっていうのと、もう一つ、その娘さんイレーナっていうのが大体15、6歳なんですけども、その15、6歳の娘と6、7歳ぐらいの弟さんがいて、同じ部屋で寝ていたにもかかわらず、なぜ娘の方を誘拐したのかっていうところに、その元警察のおっちゃんが食いついてくるんですね。どう考えても下の男の子を誘拐する方が簡単なのに、あえてその上の娘を誘拐したことには何か意味があるのではないか。ここの部分が実は誰もがそれを知っている。現代もですね、エブリバディノーズなんですね。みんな知ってる。現代じゃないわ、ごめん。英大がエブリバディノーズ。現代も多分同じだったと思います。なので、その誰もがそれを知っているのは、この映画に出てくる、このペネロピクルスの実家の近くにいるみんなが、誰もがなんですけども、私たち映画を見ている観客は、この誰もがにはまだ入ってないんです。で、話がどんどん進んでいくと、この誰もがそれを知っているという意味がわかるんです。私たち観客もその誰もっていうところに入ってくるといったような話です。非常にこのね、タイトルいいなと思います。しかも直訳でね、持ってきてくれたのがいいかなと思います。前は1個セールスマンだったけど、ある過去の行方とか、そのよくわかんない、そのね、タイトルつけてくることも多いですし、イランの監督なのであれなんですけども、で、そのね、駆けつけてくれた旦那っていうのがですね、ちょっとね、使えないんですよね。何かっていうと、神が助けてくれるって言うんですよ。お前っていうね、お前がさっていう、その神が助けてくれるっていうのもなかなかメタ的な構造でして、このアスガー・ファルファディっていう監督はイラン人の監督です。なので、イスラム教ですよね。
でもスペインって完全にカトリックの国じゃないですか。だからこの旦那さんが言ってる神が助けてくれるっていうのは多分キリストジーザスのことだと思うんですよ。そのセリフを結構挟んでくるのってなかなかアスガー・ファルファディ面白いなと思います。そしてですね、あの5000万円がですね用意できないんです。ペネロペクルスは実はお金がなかったんです。それでどうしようとしたかっていうと、旦那に、旦那じゃねえ、それはリアルの話だ、あの元彼のですねハビエル・バルデムに頼むんです。ハビエル・バルデムはですね、あの昔はその使用人の子供だった幼なじみだったんだけども、あの何年か前、7年前にペネロペクルスから土地を買って、でそこをワイン農園、ブドウ園にしてワインを作ってるんですね。まあ、共同経営をしているんですけど、そこがなかなか儲かっているということで、彼なら5000万円用意できるんじゃないか、その農場を売れば。これってすごくないですか。この人関係ない、と友達、元彼、その娘関係ないにもかかわらず、この人に5000万用意させようとするんですよ。ちょびっくりして、あのえっていう、あのなんか確かにそのこの家族になんかあのめっちゃ親しいんですね。あのノックとかもなんか入ってくるし、そのイレーナが仲良くなる男の子っていうのが甥っ子だったりして、すごくコミュニティは狭いから、その、まあ、頼ってしまうっていうところわかるんですけど、え、てめえらで金用意しないで元彼に頼るのっていうのがちょっとびっくりしたんですね。しかもそのためなら私何でもするわって言って、ペネロペクルスがですねものすごいことを言うんですよ。で私すごいこれ嘘だと思って、あの金のためなら何でもするのかよこの女、ひどいなと思ったら、実はそのハビエル・バルデムにお金を出させるために言った言葉っていうのが実は真実だったっていうのが後々わかるんですね。でそれを聞いたハビエル・バルデムは、あの血眼になってです、血眼っていうか、まあ、あの血眼にならなくても農園は売れるので、マジで自分の農園を手放して奥さんに相談もなくね、お金を用意しようとします。あのはっきり言ってね、あのペナプクリス の, その,、ね、あの使えない旦那が腎臓でも眼球でも売ってこいやって私は思ったんですよ。はっきり言ってなんで元彼に頼んねんと思って、もう本当、まあ、ペネロペクルス の, あのリアルの旦那じゃなくて、あのこの役の旦那マジ使えねえ、もう本当ね、あの出てきてもその神にすがるしかないとか、当たり障りのないことばっかり言うし、本当何の役目も立たないからマジ来なくていいとも思ったんですけど、ただですねこの人ものすごい考え方をしてる人で、その神 の, あの助けがあるっていうところに実はその旦那さんなりの根拠があったんですね。まあ、私は納得できないけど、旦那さんとしては根拠があってそういうことを言ってたんですよ。で、あのはっきり言ってこの映画結構ずっとしんどいです。その娘がですね誘拐されたのがしんどいし、それを必死に探し回るペネロペクルスもしんどいし、それでなんか金を元彼に出させようとするペネロペクルスもしんどいし、でその家族がですね、あのやっぱりもお金持ち、昔お金持ちだった人なのかな、でなんかお父さんがねもうあの孫が誘拐してからめっちゃ荒れてバーで騒ぎとか起こすんですけど、その時にあのお前の土地は俺のだみたいなことを言い出して、ポーカーでかけてお前が負けたんじゃないかみたいなことを言われるんですね。だから土地をかけて遊んでたとか、そのいろんな財産があったにもかかわらずそれを手放して、で街の中ではそうやってすごく豪勢な結婚式をしたりとかするお金持ちの家なんだけど、多分もともとはその一帯がこの家の土地だったのかなみたいな、あの、まあ、あの感じ取れるようなセリフとかがあるんですけども、それを今でも自分のものだと思ってるんですよ。昔他の町の人に譲って、それはもう他の人のやつじゃないですか。ペネロペクルスもあのハビエル・バルデムに売った土地はもうハビエル・バルデムのものじゃないですか。なのに俺のだってでペネロペクルスのお父さんを言うんですよ。俺の土地だ、うちの家族の土地だ、でペネロペクルスもだんだんうちの土地だみたいなことを言い出して、結構この家族がねなんかあの町田舎にいる感じの悪い地主みたいなですね、金銭感覚というかその上から目線というか、そういうのが本当に嫌で超感じ悪くて、っていうんだろうな、しんどいと思います。お金に本当汚いし、その人に対する当たり障りも汚い、そうやってそのお金に汚いプラス人を見下しているところが非常に汚いなと思ったから、もう結構しんどいんですね、ずっとしんどいんですよ。
で基本的にそのしんどいし、で図らずもですね、その人間のですね、醜いところ、そのお金に汚いだとか、元彼に頼るだとか、そのですね、もう図らずも露呈する人間の残酷なところっていうのが、すごくあのアスガー・ファルファディのですね、特徴かなとは思います。結構その過去作でも、本当にセールスマンも、ある過去の行方も、その海辺のやつも本当にしんどいところが多いし、別離もそうなんですけども、しんどいところが多いんですけども、それと同時にですね、善良な面もですね、ふとした瞬間に出てくる、しかも当たり前みたいにね。そのハビル・バルデムはあの超関係ないのにお金用意してくれようとするとかね、やっぱりそので本当にね、娘を助けようって必死になってくれるんですよ。本当にね、そういう人間の善良なところ、本当にね、他の家族とかの残酷な面とか嫌な面っていうのがもう露呈されていって、もう本当しんどってなるんですけど、図らずもですね、このハビエル・バルデムの善良な部分、そしてその奥さんの、奥さんもしんどいけど、その奥さんのできる限りの善良な部分、他のキャラクターもそうですね、のもう耐えられなくて出てしまう人間的な善良な部分っていうのがですね、本当に絶望と希望がですね、混在している人間というですね、不可思議な生き物を見せるのが、アスガー・ファルファディは非常にクオリティが高いなと思う次第でございます。このね、難易度の高いメッセージをですね、もうハイクオリティで出してくるっていうのが、アスガー・ファルファディの特徴であり、もう非常に魅力的なところかなと思います。もう初日の初回でダッシュで行くのにふさわしい映画ですね。本当にしんどいことのオンパレードで、本当に涙が出るほど辛いんですけども、最後にハビエル・バルデムが見せる笑顔、あれが全てを物語っているのかなと思いました。最後まで見ていただいてありがとうございます。今日6月1日公開なので、皆さんぜひ、誰もがそれを知っている、このタイトルの意味が途中ですごく身に染みます。見に行っていただければと思います。最後までレビューを見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。